えっとです、ね、今日のです、ねえー、ロサンゼルスの、えー、ビデオミーティングは、えー、日本から、えー、チョンマゲタイ・ツンさんこと、えー、角田さんに参加していただきました、えー、角田さんは、えー、日本で災害が起こると真っ先に駆けつけてボランティア活動をしているという方です。ははいいいじゃあ角田さんお願いします、はい こんにちはえっと、まあ、最初にちょっとあの初めてこの映像を見る方もいるんでちょっとだけ自己紹介すると僕サッカーの日本代表のサポーターでちょんまげに手作りの課長をつけて、まあ、あのワールドカップとかオリンピックとかどこでも行っちゃうちょっとクレイジーなおじさんで。 えっとまあ、基本的にそういういことが好きだったんですねでそういう楽しいことが大好きなものですからあのボランティアとかっていうのは全く興味がなくてで人間ってすごく、まあ、人間って僕がこずるくできてるのでボランティアを一生懸命やってる人がそばにいると、まあ、僕としてはなんかえー、なんかなんか嘘くさいなとか偽善だろうみたいなやってないだけでも あれなのにそのにそやってる人をいたらちょっまぶしすぎてその人をディスるっていうかアンチボランティアのポジションをずっと取ってたんですところがもうあのー、40代の時に、えー、いい年なんですけれどもこんな格好をしててあのー、東北で、えー、震災がありましたあのー、2011年3月11日ですねですごく大変で僕あの千葉の松戸っていうところで靴屋さんを経営してるんですが経営者なんですね。なので あの東北で大変なことが起きて自分のお店がもうガラス弾が落ちて大変なことになっていてでも、その東北を売れる余裕はなくて自分の家族、自分のところの従業員のことをあのすごく思っていてまさか自分が東北に何かをするっていうのは全く頭の隅にもなかったんですねでもインターネットで見て黒い津波で仙台平野がぶわーって飲み込まれているのを見ていやー、大変なことになった。 と思ってでその時にインターネットであの家もお店も流されたから着替えとかその靴とか生活必需品がないって聞いたんですね。で僕は靴屋さんなんで倉庫にはその靴がうなるほどある皆さんだったらどうしますかでで僕はその靴を積んで 1>, 1回ぐらいその偽善をするのはいいかなと思って600足の靴を積んで塩釜、名取、岩沼の避難所というところに靴を下ろして回りました。で、僕の一世一代の偽善は終わるはずだったんですけどもそうしたらそこで、まあ、子どもたちと触れ合って元気出せよって言ってでま,たまた来るかなって言っちゃったんですよあ、行っちゃったと思ってでまた来るって言っちゃったらまた来週行ってでそしたら今度は。 あの車が流されたんで足がないということでじゃあ自転車を持ってきますってことで,自転車を持ってですごい寒いのにあのお母さん方が避難所の冷たい水でこうやって洗濯をしてたんですね洗ってたんですねそ,うそれで僕はもう全然もう素人ですから分かんないんでえ洗濯機ないんですかって あの気温2度ぐらいの東北で、でそしたら、あるわけないじゃないのって、ああ、わかりました、じゃあ僕、洗濯機持ってきますって、翌週は洗濯機を持ってったり、もう本当、その都度その都度まあお困りごとにこうやってパッチを当ててって、まさか自分がもうこの8年間で今、100回ぐらい、今でも行ってるんですけども、仮設住宅があって、こんな長く東北を支援するとは思ってなくて。ででここですごくその 不思議なことがあって、ここにいる皆さんもそれぞれ趣味だとかお仕事があるんですけど、そういうことに没頭していると、そこに縁ができてきますよね、いろんなつながりが。うん、で、そうすると今度はあのー、いろんな災害があったとき、被災地から悲鳴があったとき、ツンさん行ってあげて、ってあ、俺みたいなので行くようになって、そうするとまた次の被災地、次の被災地、でそうすると今度、国内だけじゃなくて、アフリカが大変だっていうと、エチオピア支援に行き、でネパールで地震が起きるといって、ネパールに行き。 ということで、<ー>まあ今はもう世界中に行ってて、で僕はあの普通のボランティアと変わってることが2つあります、1つは、こんだけ活動してるんですけども、団体はあの8年前、あの皆さんのところでロスであの講演会をさせていただいたときと全く同じで、団体を作ってないんですね、ちょんまげ隊って何人ですかってよくテレビの取材を受けるんですけども、たった1人しかいないんですよ。 一、うん、人だけででやってるんですでなぜかっていうとあの団体を維持するっていうのはとても大変だと思う例えば財団を維持するってすごい大変だと思うんですよ、いろんな人がいますかだから僕はたった一人でやってて、でその都度今は SNS があるんでこの指止まれってやるんですよ、今度熊本に行ける、この指止まれ熊本に行くにもすごくご批判があったので本当、この指止まれで止まった人だけが行く、で、あの活動する、で終わったら解散する、後腐れなく解散する。なので 船はすごくちっちゃいで小舟でお金もないんですけれどもそのここに行くっていうところにみんなが集合するので最短で行けるっていうメリットがあります。 なんかそれを大学で講演しながら、今の大学生とかだと団体を作んなきゃいけないとか思うんですけど、そんなことはない、今 SN、SNS で共感を持った本当数人、例えば公こ認こいらっしゃる5人だけで動くことができるっていうことをお伝えして歩いてます、そしてもう1つは、やっぱそういうちっぽけな団体なんで、自分で支援できる人なんて、僕が頑張っても10人を支援するしか、でも僕のこの思いに共感する人が100人いれば、100人が10人を支援すれば、1000人にできると思うので、こういう講演をですね、 あのー、このコロナ前までは年間50本、もう本当に、あのー、ノーギャラで、どこにでも出向いて講演をしてます、そしてその種をまくで、その人たちが動き出すっていうお手伝いをするっていう広報支援にも回ってます、で、先日その、あの大学でこの初めてのリモート授業、ですね遠隔授業をしたときに、こう伝えました。あのここにいいいる皆さんもそうですけけど今僕らが考えななきゃののはあのー 遠隔支援リモートボランティアだと思いますこれからコロナ禍のあと新しいキーワードはこれになっていくと思います。で遠隔支援とかリモート授業って言ったらあリモートボランティアって言ったらすごくなんか新しい単語だから皆さん多分難しいことかなと思うんですけどそんなことはないんです。実はもうすでに皆さんがやってることが基盤です。要するににその現場に で肉体で何かしなくてもできる支援というのはたくさんあります、そのことを実は僕はもうずっと9年前か,ら前から伝えてて、それをちょっと、あのー、装いを変えるだけで、例えば一番基本的なことはその熊本の県人会でやられていると思いますけど、寄付を集めるということですね、寄付を集めてドネーションする、まさに財団もそうです、それはまさに広報支援、遠隔ボランティアになりますよね。 でそれだけではなくて、あのー、寄付のどう使うかっていうこととか、どういうところに支援するかっていうのを、僕は今、あの 寄付するというその寄付専門の SNS ていう,のっていうのそこにあの寄稿し2年前に寄稿したことがあってでそれが結構いろんな人に読んでもらってるんですけど寄付の形も変わると思います。今までだったら皆さんは多分寄付、まあ、海外の場合はなかなか難しいかあの送金の問題があるので日赤委託だと思うんですけれども今日本の子どもたちに伝えているのは今せっかく10万円の定額給付金が来たんだから自分で寄付先を探そう。 まあ、アメリカの皆さんだったらもうすごく、それは当たり前ですよね、近くの、あの、ちょっと頑張ってる NGO とかではなくて、もっとちっちゃな、あの、教会だったり、本当にそういう講演会だったり、例えば1ドルでもドネーションするっていうのは慣れてるんですけど、日本人ってそのドネーション慣れしてないんですよね。だから、どうしても、あの、日赤一択になってしまう。でも、これからは、もうちょっと自分で寄付先を選びましょうっていう講演もしてます。それはなぜかっていうと、まさに僕はそうなんですけど、僕みたいなちっぽけな、 活動を知ってる人がたまにいるんですね。で、今回もクローズ支援で一口千円でいいんで募金してください。ったら1000円募金してくれる人がいるわけですよ。あ、うん、僕のことを知ってくれてるんだっていうので、すごいモチベーションが上がるんですね。やる気が出るんです。だから金額の大小じゃなくて、ちっちゃな団体であればあるほど、そのドネーションをしてその人になんかなんて言うんでしょうね。 ガソリンを入れるみたいな感じでブースターになるっていうことはあると思います。だからこれからはそうやって大きなところにドンももちろんいいんです。大きな財団は大きなところしかできない。でもちっちゃなところにちょっとだけするっていう。で、たくさんしてあげる。たくさんボタンを押してあげる。たくさん背中を押してあげるっていうことがこの21世紀型の支援なのかなと思います。で、リモートボランティアとか遠隔支援するために大事なことは何かというと、その 何でしょうあの知る僕はあの支援の中で一番ベーシックなのはそのドレーションよりもっともう一歩前にするとよく大学の生の皆さんにお伝えするのは知ることも支援だし伝えることも支援だよって言ってます支援の最大の敵は何かっていうと僕は無関心だと思っています。 無関心な人いっぱいいます。でも、うん、全てにだからといって関心を持てたらもう首が回んなくなります何か一つでも二つでもいいから支援とか、あの、そういうボランティアとに関心を持ちましょうっていう。それは僕は今3つの柱でやってます。障害者支援、それから エチオピアとかネパールの貧困支援、そして今まさに熊本ごたの災害の支援、そんな3つも行かなくてもいいので、とりあえず僕は表層的に薄っぺらくしかやってないので、3つの支援をしてますけれども、でも実際はその1つでもいいから、何か興味を持つということ、そのためにここにいる皆さんが誰かに伝える、それは伝える支援です、そしてここにいる皆さんが僕の話を聞く、知る、知る支援。 そこが僕は支援の一番ベーシックなところだ,だからそういう事業をしたいということで、まあ、大学からあのオファーがあればもういの一番に8歳3してこの間も300人の大学生に今と熱い 口調で熱い思いで語ってその1%でも感じていただければその30人の人が動き出すそれを僕が10回やれば3000人の人が動き出すんじゃないかなと思ってこういう講演をしてますでそれにあの渡りに船じゃないですけど今年本当はあの春に、えー、シアトルに行ってコロンビア大とかで公演する予定なんですがそれを全部中止になってしまってでその帰りにロスによってあのー、ねえ 東さんのところで講演しようしたいなぁと思ってた矢先に今日こうやってお話があったんでぜひ絶対あのコロナが収まったら皆さんのところに行きますのでぜひこういうお話を皆さんの周りの県人会だったり日本人コミュニティだったりにさせていただければあのー、遠くに住んでてこれからも多分申し訳ないこんな予測しちゃいけないのかもしれないですけども災害は起きます日本で絶対起きます,すまでその時に <laughs> ああでもねロスにいたら何もできないやじゃなくて何かできることは そのためには知るだけでもいいということですね。で、その知る支援が何が大事かっていうのを大学生に伝えました。あの支援とかあので大事なあのことがもう一つありますって話をしてます。それは、支援で大事なことは、相手のニーズに耳を傾けるって大事なんですよって言います、大学生に。相手のニーズに耳を傾けるって何かっていうと、結局、 どんなに素敵なこと、いいことでも、相手のニーズにそぐわなかったら、それは迷惑ですよね。例えば、お掃除するって言ったら、いいことか悪いことかって言ったら、いいことじゃないですか。でも、その、いいことでも、突然、一人暮らしの女性の家に僕が行って、あの、あなたの家を今から掃除しますって言ったら、やめてくださいよってなるじゃないですか。だから、どんなにいいことでも、相手のニーズにそぐわなかったら、それは、旗迷惑になるっていうことですね。 こういうことが国際支援ではすごくあります。やりたい思いだけで突っ走る。で、結局、あの、例えばですけど、学校を作るってみんながやりたいんですよね。でも学校を作るってすごく大変で、作って終わりじゃなくて、結局その、 ハード面よりもソフト面のが大事で、その先生の雇用だったり、学習の質だったりキープするすごく難しいんです。でも学校を作りたい思いだけで学校を作って、その後倉庫みたいになっているところを僕本当にいろんなところで見てるので、やっぱりその、あの、ちゃんと相手のニーズに耳を傾けるってことが大事だと思います。で、その、じゃあ相手のニーズに耳を傾けるとか、その、 っていうのはツンさんみたいに現地に行ってればそれはいろんな話も聞くし目で見てるからいいと思うかもしれないけど僕らはどうしたらいいんですかっていう話を聞かれます。でその時にまさに大学生に伝えたいことを子どもたちに伝えたいことはそれがまさに大事で知るということ、ね、で、知るっていうのは現地に行って活動することも知るですけど本を読んだり誰かのこういう講演を聞いたり何よりも一番皆さんがやるべきことは授業をしっかり受けること。そこで 地の共有をすることによって、ああ、こういう困り方あんだ。例えば、女性差別、ジェンダーの問題があるんだとも、それに興味ある人は、勉強でどん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 そこに勤めていけばいいし、未だに一日が水汲みで終わってる子供たちがいると、すればそこに行けばいい。だから、そういう知るということが、そのニーズに、 近づくとということだからそういう気持ちで僕の講演を聞いていただければ聡明な皆さんだったら僕みたいに現場に行って泥臭くやらなくても,もっとクリエイトにもっとクレバーにできる支援っていうのはあるんじゃないか。で今日は熊本に現地に行ってきたので熊本のことそして去年おととしの水害の写真を見せてその中にたくさんヒントがあるのでそのことを皆さんにお伝えできればなと思ってます。 はい今日はあの少人数なんであのでインタラクティブにできますので、質問とか全然止めていただいても結構です。でもしよかったら、これを録画されてるので、それを共有していただいて、また大きなところで講演させていただければすごく嬉しいです。でではあの共有させていただいていいいいただすか写真を じゃなくて去年のの水害の話をしますこれを見せるとなんとなく分かるのかなと思いますので動画なんでちょっとかっかくしてるかもしれないですけどどうですか、見えますか東さん動画見えてますか、今はい、見えてます。あよかったですはい、はい この映像を見た時にもう街が壊滅的になって車が押し潰されているので多分知らない人が見たら9年前の震災東北の津波の映像でしょと思われるかもしれないんですけど違います、去年の台風です。なのでこれと同じような映像、うん、まあこれより大変なのは今の熊本でこの映像も後で見せますけれども、うん、本当に地震といったらやっぱりマグネあの地下の あのエネルギーの爆発なので、ずれなので、やっぱり20年か30年に一度しかないと思うんですけど、こと水害に関しては、ほぼ毎年、いつ皆さんの家族、ファミリーがなってもおかしくないなと思います。はい、写真をこれ、場所はどこですかえっとこれは宮城県の丸森町って言って、内陸部です。<ー>はい ガラキが積まれてあの、水害で大変なのは2つあります。1つはこの水害で出たゴミですね。で、あともう1つ、後で言います。で、僕は去年の台風以外の時、僕の地元の千葉も大変だったので、最初、千葉を回ってました。それから埼玉に行って、それから丸森だったんで、丸森に支援に行ったら1か月後です、水害から。これ見てください。1ヶ月経って、 まだだ冷たいおにぎりだけなんですよびっくりしましまたで炊き出しのお手伝いをしてこのあったかい味噌汁すごく喜んでいただいてでちょっと僕のカソールが見えるこのお母さん眼鏡かけてるお母さんは9年前の震災であの家をなくして海が怖い旦那さんをなくして海が怖いってこの 内陸部の丸森に来て、それでまた水害だったから、もう私はいてるのが辛いって言われたんで、なんとか笑顔にしようと思って、一生懸命この炊き出しをしたり、なんか笑い話をして盛り上げて、こうやって写真を撮ったんですけれども、でボランティアセンターっていうのを知らない方がすごく多いんですよね、ボランティアセンターっていうのは日本古来だと思うんですけど、ボランティアしてほしい人が右の入り口から行く、もしくは電話をする。でボランティアしたい人はこの左 から入るでこの受付をする、そして保険が必要なんですね、保険に入ってい700円ぐらいで1年間有効の保険に入っていただいて、で順番を待ってで、さっきのニーズじゃないですけど、マッチングします、あなたは3丁目の鈴木さんとこ行ってください、あなたは5丁目の山田さんとこ行ってくださいっていう、ここが大事なんです。ここを知らない方がすごく多く多て あの例えば今回の熊本でも1000円以上の家が水没しててでそこに例えばですけど1000人のボランティアが来たらそのマッチングそ毎日違うニーズにマッチングするですよ、ね、でボラ戦って10人ぐらいでやってるので無理ですよねだから最初、ボランティアセンターっていうのがあの県外を受け入れないっていうのは実は今までどこでもあるんです。 ところが今回、熊本のボランティアセンターが県外をお断りっていうことによってそれイコール県外の人が熊本に来ちゃいけないっていうのがまことしやかにとってです、これがお困りものです、だからボランティアがめちゃくちゃ少ないです。 もう一度ですけど、ボランティアセンターっていうのは公的な機関社会福祉協議を運営しているのでもちろんコロナのこともありますけれどもそんなに機動的に動けないので初動は本当に県外を受け入れないということがありますましてや今回みたいなコロナが何かあっちゃいけないと思ってやっぱ公的機関ですからリスクを取れないのでやっぱり県外お断りがこのまま続くと思いますなので僕が熊本支援に行くって言ったら半分ぐらいの友達が反対しました。でも、あのそれは、 あの別に来てくれなということでだから実際その被災してる人よしとか足北の写真をこれ後で見せますけど、の僕のことをいやつんさん来てもらってもいいよって知り合いは全然ありなんだ。だから個人間で行くのは全然ありなんです。でもそれがなんか間違って伝えられているところはすごく悔しいなと思います。でボランティアセンターに行けばこうやって道具も貸してくれます。 で、この時に女子大生の女の子が生まれて初めてのボランティアを来きました彼女も子供の時代海外でずっと暮らしてたので小学生の時に東北の震災を見てボランティアしたいと思ったけどできないで海外にいるかはできないで、今、日本の大学に通っているのでボランティアしたいということで恩師の先生に言ったらあ、じゃあちょんまげたいっていう変わった団体があるからそこに行ってって言って、彼女は生まれて初めてのボランティア生まれて初めての1人旅生まれて初めての この東北丸盛りに来ました。この漢字覚えておいてください今の熊本の全く一緒ですからで水害なんでこの家財道具が全部ゴミになってしまいます思い出がそして家の中これだいぶ綺麗になった方ですよここにあのタンスとか布団とか畳とかいろいろなのそれを全部出してその後泥出しをしますこれ何運んでるか分かりますか 畳です。はい、うん、そうです。たった一枚の畳を五人で運ばなきゃいけないくらい重いになんです。だから、あのボランティアって本当に必要なんです。だ、今の大学生がこの写真を見たら、みんなが泥だらけになってる。うわ、バッチ。なんかお気の毒と思うかもしれないですけど、僕から見れば。ね、見ず知らずのため、人のために、この泥だらけになって活動するボランティア。かっこいいなと思います。このかっこよさを今の小中学生にもっともっと伝えたいなと思います。<laughs> でこのボランティアって大人数で行くと結構楽なんですよ、これ10人ぐらいで1軒やると、本当に半日で進みます、そうするとすごい達成感もあります、見てください、これだけのあのー、瓦礫が半日でこうなります、何もなくなります。で、この泥、泥って重いですよ、この一輪車で100杯ぐらい運び出しました、これが半日でこうなります。うん あたった半日ですよ、十何人いると、でこの真ん中のこのお父さんが、この主で、2日前のテレビのインタビューではこう答えたそうです、1人暮らしですから、1人暮らしでこれですから、もうこの家は潰すって言ったんです、でも見てください、田舎の家ですから、柱もすごい太くて丈夫なんですよ、そしたら2日前のテレビの、あのーね、ブロードキャストで、あのお父さん、この家を潰すって言ったんですけど、この綺麗な家になってたから、なんて言ったと思いますか。 それも恥ずかかしいから僕にだけですよ体調ってってやっぱ直治そうかなって言ってました。これが大事なんですよボランティアっていうのはお医者さんではないですから人の命を救うことも手術もできないんですでもそのボランティアすることによって誰かのちょっと落ちたマインドをさっきも言いましたよう、ね、に背中を押すっていうボタンを押すみたいなことはできるのかなと思います。 えー、炊き出しもしましもまた普通その泥出ししたら炊き出しはしてないんですけどちゃんとお風呂に入って清めてこの子たちに、まあ、ちょっといろいろ知ってほしいなと思って炊き出しもしましたたまたま知り合いがカレーの炊き出しをしてんで大きな炊き出しはできないのでじゃあ,あのこのフルーツパフェを作ろうってお出ししたんですね。 もう本当に熊本も今そうですけど高齢者ばっかりです若い人はやっぱりもうお金がある人は外に出ますしもっと快適なところに今行きますでフルーツパフェを食べながらこのお父さんがバッチグーって言ってくれたらバッチグーって <laughs> もう10年ぐらい聞いたことないなと思ってそうでこれみんな高齢の方ですよそして後ろを見てくださいここわかりますこれこの布団 この狭いところにみんなが僕、もう一度言いますよ、僕がここに入ったら1か月後ですよ、うん、1か月間、この狭いところに。<laughs> ここに りがが集団生活してるのの日本の実情ですだから今の熊本も行かなくても想像できますだかから行かなくても想像できる想定できるっていうのはある程度現場を知ってるからですだから一番いいのはボランティアして現場を知るでそれでもダメだったらこうやって講演を聞くそれでもダメだったらインターネットで検索でするだけでもいろんな知識が得ますその知識の引き出しをたくさん持つことが自分が自分の家族が被災された時のアドバイスだったり 行動だったり人のためにあのニーズのミスマッチを起こさないで行動するために一番大事なこと、だからその多いたくさんの引き出しを作るっていうことが大事なのかなと思ってますでその時にその前の年去年がこの丸森に行ったんですけどその前の年、宇和島が大変だで僕らボランティア行きましたしたらやっぱ大変なことを味わった人は大変な人のことがわかる、要するに他人事にならない。 わけですねさっきの無関心ねだから宇和島の皆さんがすぐみかんを送ってくれて、でそのことをまた伝える、うん、去年水害で大変だった宇和島の皆さんのみかんですよって言うと、このお父さん方がすごく喜んで受け取っていただける、だからそういうその支援の輪みたいのを広げていくっていうのも、僕の大きないろんな被災地に行ってる僕のあの大切な役割なのかなと思ってます。はい、でえー、っと ことしの、っ、えー、と今年で3日前に行った、ああののをお見せしますあのここ、橋があったんですけど、これ、あのたまたまあのドローンパイロットも行ったので、橋が壊れてて、これが、芦北たですね。うーんで、あのこれ、なんでこういう写真を撮ってるかっていうと、やっぱり、そのボランティア行くん。 当たってもし僕がコロナを出したらその後のボランティアは誰も来なくなると思うんですね。なのですごく最新の注意を払いました。すべてあの熊本はもう4年前の熊本地震からそうなんです。なぜ僕が熊本にでるか。 かっていうとそれを説明を抜け僕、熊本地震のとからずっと言って今でも仮設住宅に支援に行っているので知り合いが熊本はもう第二の故郷ぐらいすごく多いんですよ、東北と同じように。なので熊本に支援に行きました。ででもやっぱりそのご批判がすごく多いのでやっぱりこの毎日検温するし結局3日行ったんですけど、1回も。 食堂とかレストランに入ってないし、全部コンビニで1人でご飯食べてました。接触をしないということですね。で、ボランティア保険にも入り、でこれがキ北の民間ボランティアのその3日前、4日前、先週の土曜日の写真ですね、こんな感じで。で、これは誰がやってるかっていうと、この,あのこれは民間ボランティアセンターなんですね。さっきの公的なボランンティアセンターは県外受け,と受け お断りなので民間のところに行ったんですけどこのボランティアセンター誰がやってるかというと、うん、愛知県人会の人がやってます愛知県の人がずっと熊本地震の支援からずっと来てたのでやってて、うん、で水だったりいろんなもので水害にあった時の冊子とか配ったりしてで彼が言うにはまあ、だいぶものはもう大丈夫だと思いますっていう感じで。うん でここですね、あの空き家のお店、貸し店舗を借りて支援物資ありますって言ってました。うん、で、本当愛知、愛知人っていうボランティア団体なんですけど、愛知っていうと、やっぱりそのコロナのあれでちょっと嫌かなということで、九州人っていう名前で、なおかつ地元の人が運営にしてもらって、愛知県ボランティアは指導だけしてましたねすすすごくボランティアも気使ってます、うん、この人ですね。 後ろに愛知人って書いてあるボランティアだったり、ここもすごい頑張ってるんで、ぜひこういうところにもあのあのドレーションだったりしていただけると、で、この人たちが来て、こうやってあの物資をやってあの私あの、実はあの愛知県出身、名古屋市の出身なんですけど、実は熊本にあの私の前、ちょっと前も今退職、退職をしちゃったんですけどもあの、やはり自動車部品の工場がいくつかあって。 やっぱ震災で相当被害を受けてそ,で、ね、でその時もあも周りの住民の方々が家が潰れたりなんかしたということがあってあの工場の敷地内にそういうまあスペースがあったりしたんでそういう方々を受け入れたりということであの結構、やっぱりその熊本との,あのもちろんあの愛知人としてあの愛知県から行ってる人も多いんですけど熊本の方であで企業としてたくさんの人に働いていただいてたということもあって。 あの多分そういう縁が、その多分熊本の地震もそうなんですけど、まあそれ以前からそういう事業をその熊本という場所でやらさせてもらってたというのがやっぱりこうな、あの何十年も続いてきてるんだなという気がしました。まあな,なんとなくちょっと私は全然そういうことに関与してなかったんであれなんですが、なんとなく あの今、つンさんに言っていただいて、誇らしいなという気がしました <laughs> いやもうそういうのでいいんで、それでシンパシーを持っていただける、で、この愛知人っていう、この背中に愛知人って入ってるんですよ。で、僕は行ったら、千葉から来たことはやっぱ内緒にしなきゃいけないかなと、最初思いながら行ったんですけど、この愛知人のボランティアの人が、あのこの足北の一応メインストリートを歩くんですよね、一緒に僕と歩くんですよ。そしたたら何が起こったかと思う その愛知人って書いて明らかに愛知の人なんだけどここの被災地ある熊本の被災地の人がみんな挨拶するんですよ、おはようございます、おはようございます、<laughs> すもう翌日から入って地域のために頑張ってるからもうがっつり心つかんですよ、だからこういうことを知らないと県外ボランティアはなんだみたいなこと全然違うんですよ、でもちろん彼もフェイスガードしてるし、すごい最新の注意をしてます、だからお店とかにも行かないし、ここなんですよね、ここがすごい今きれいになってるんですけれども。 でここの白い線のところまでつあの水害が起こったのは大体1.5メートルぐらいって言われてます、うん、こ,こ,ここですね。ねこの線の線、うん、まあ大変です、すでこ,この背中に愛知人って入ってるんですけど、この熊本の家のどこのお宅にも入っていっちゃうんですよ、こんにちは、おはようございますっつって、ああ、はいはいみたいな感じで、大丈夫ですか、僕ら入ってって言って。 すすごかったですねでこういう感じでやってでこういう、あのー、床下を乾かす、あのー、ダクトファンっていうんですけどこういうのも皆さんの支援で買ったやつをこの愛知人ボランティア愛知人というボランティア団体がキープして全部の家に置かし,してるんですね。 でどうすればいいかという指導をしているんです、うん、こうやって。なので、信頼がですちなみにさっきのあのー、物資で集積所を作って、皆さんに物資を渡して、この一つの通りの30件ぐらい、全部ケアしてるんですけど、さあ、問題です、この愛知人ボランティア団体は何人で熊本に来てるでしょう。う一一人人、うん、人ででですすか惜しい人です <laughs>、はい二は だそれがすごいだから大勢できたらやっぱり皆さんがやっぱりあのちょっとコロナアレルギーを起こすんじゃないかと最小人数できてであ,のあくまでもその皆さんの,そのなんてコーディネートだけして自分たちは今回動かないっていうことで非接触な感じでこう機材を貸したりその運営の仕方を教えるってで僕はそれはすごくいいと思いますあ,のあまりボランティアがやりすぎるとボランティア依存症になりますなのであのネパールなんかもそうなんですけど あんまり僕らが出ないでできるだけ現地の人が自立するような支えっていうのが今の割とトレンドなのでそれができてるっていうのはまた来年とかこの先も水害があった時もできるので素晴らしいと思います新しいボランティアの形だと僕らは思っているのですねですごくいいことも聞きましたあのー、水害が起こると皆さんすぐこのエアコン新しいの買っちゃうんですね。でも そんなのいらないんだよってって大体高圧洗浄機できれいに洗浄して泥とか全部やって基板とかも洗って,て完全に乾燥させてあの中途半端に乾燥させ完全に乾燥させてそれスイッチ入れると7割のエアコンは元に戻るそうですだそういうこともやっぱり百戦錬磨のボランティアだからこそ知ってるっていうことですねそういうことありますよね携帯電話もよくありますけどでましてやもともとこのエアコンっていうのは水を通す で冷やすものですからやっぱりそれある程度水には耐性があるのでやっぱりちゃんとその泥とか不純物を除いてスイッチを入れるってことが大切だってのま僕も目から鱗です9年やってて、うん、でここが僕は靴屋さんで靴屋さんのお宅に入ったんですけれどもここにでスーパーボランティアと会いましたおううん この今、作業してる奥の方が愛知から来た小川さんっていう方です、御年70歳です、うん、70歳で一人でやってました、で僕ともう一人のこの,あの熊本のボランティア仲間と二人で、さっき一軒家やるのに10人いれば楽だってるんですけど、一人でやってる、まあ、ボランティアって少人数でやると結構修行というか苦行なんですよね、でもこの小川さん、一人で黙々とやってましたね、すごいなと思いました。 で、小川さんがこの、走った、あの、石膏ボードとか、僕らは足段となって、ただただ運ぶだけです。板を全部抜きました。こんな感じで。で、小川さんはもう、小川さんも僕と同じで、10年前の東北の津波震災からボランティアを始めたそうです。で、今も70歳でリタイアされているので、ボランティアが趣味とおっしゃってました。もうすごかったですね。はい。一人でこうやって黙々とやってらっしゃって。 ささあ皆さんに今日とても大切な話をします、あのー、水害で大変なのはさっき言ったがれきの処分とあともう一つ何だと思いま大体、泥とか水って言われるんですけども、うん、水害で一番大変なのは去年の,あの丸森もそうですし台風以外の暴走もそうですしどこもそうなんですけど実はカビなんですね。 カビ実はさっきから説明しなかったんですけど、床を抜いてるところがいっぱいありましたよね。なぜ床を抜くか、今からご説明します。すごく貴重な写真だと思います。この今、もうきれいにしたんで、普通、この部屋を見てやったら、ああ、もうボランティア終わったね。きれいじゃない。画材、泥も出し終わったし、きれいに拭いてもらってるし、いいじゃない、これでって思うかもしれない。じゃあ、これからお母さんが板を抜きます。さあどう、どういう映像になるか。 このちょっとすすまません飛ばします僕はずーっと小川さんのアシスタントで釘を抜いてました。もう何本抜いたか分かんないくい釘を抜きました。<laughs> ちょっと飛ばします。これドローンパイロットがドローンですね。さあ、今から小川さんが。あーのー 床を剥がして壁を剥がしますけど、なぜそこまでするの、人んちを。大体家主の人は嫌がります。でもそこを僕らボランティアが過去の経験と写真を見せてで、であのー、壁とか屋根を抜く意味をちゃんとお伝えします。これ、今、あのー、床板を抜きました、1枚。この、ここわかりますかこれ何かカビですね。うん でこの板を抜いた下、泥、僕らが入った時はもう2週間後ですよ、熊本の水害から2週間後ですよ、先週の土曜日ですから、濡れてるんですよ、この川から流れてくる水とか、あの津波とかっていうのは、プランクトンとか栄養豊富なんですよ、真水じゃないですから、清水じゃないですか水道水じゃないので。 だからその栄養豊富な水で濡れているのが2週間出すと当たり前ですけどで今は夏ですから気温も上がってますのでカビが発生します。さっきの綺麗だった床をあえて釘抜きで全部釘あ釘を外して抜いていきますで。こんな感じです、今お母さんがあの釘抜いたところにバールを入れてるんですけどで今、壁もこうやって抜かれましたさっきは壁抜かれてませんでしたよね。でこれが 板ですす。ね。全部カビ出ますでこれは2週間ですけどこれが1ヶ月2ヶ月あだからカビが生えると結局やっぱりあのこの板を抜くのって嫌がるんですよやっぱりこれ板抜いたら全部新しい板に変えるとやっぱ56万かかりますからね。 でも、5、6万で住むのと、これが全部カビに侵食されて、咳も出る、目も痛くなる、匂いもすごいってあったら、一軒の家が住めなくなったら何百万の損失ですからね。だから、このことをちゃんと伝えなきゃいけない。だから、これもさっき言った、そういうことを知ってるという引き出しがあれば、もし皆さんの親戚が水害になった時、大変なの、カビをちゃんと床下、乾燥させてねっていうアドバイスができるかっていうのは、皆さんがいくつ引き出しを持ってるかということなんですよね。で、 こういうことになります。で、これは今度は側面です。側面剥がします。ベリベリ。見てください。もうカビですよ。たった2週間で。たった2週間でこうですかね。だらこういうことをちゃんとまあお母さんは知っているので地元の人に伝えて、やっぱ信頼関係ができて、やっぱり2週間経って、じゃあいいよ、剥がしてってなります。 で剥がした後にさっきの愛知県ボランティア入れたあのファンダクトを入れて乾燥させます、泥を出して乾燥させる、この作業がとても大事です、でその作業やらないところは、こうやって汚れたままになってしまいます。<laughs> でさっき見た、そういうあの室外機とかもちゃんと洗浄すれば治るっていうことを知らないところは、どん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 どこうやってゴミが、もちろん全部が治るわけではないです、でも半分ぐらいは治ると思っていただいて。 でこれがスーパーボランティアのお母さんです。で、うん、で僕、すごいと思うんですよ、帰り、そのボランティアと2人で話したんですよ、なんでこの人はこれができるんだろうと思って、僕らはこうやって講演をしたり SN、SNS で発信するし、ドネーションもいただくこともあるから、頑張んなきゃいけないと思って、見てくれる人がいるから頑張ってるんですよ、でもこの70歳のおじいちゃんは SNS をやるわけではない、講演をやるわけではない、何,何がモチベーションなんだろう。 でも、すごい一生懸命話してました。いろんな縁ができるってお話してました。もうあっちこっちに、本当の孫はいらっしゃらないそうなんですけれども、あのー、あっちこっちにあのー、外孫じゃないけど、若い子とボランティアするの楽しいねって言ってくれました。でも、頭に来ることもあって、前の日に来たボランティアは、あまりにも一人大変なんで、本当は1日だけなんで、明日も来ますで、お母さんも会ったんですけど、来なかったんですよ。ばっくれたんですよね、ドザキャン。で、僕らがここに入れられて、お母さんで、まあ、 すごく素敵な一日でしたね、お話しながらあの、こういう人もいるんだなっていうことを知る、そして僕は皆さんに今日こうやって伝えられるっていうことが、もう本当に大きな団体だけじゃなくて、1人で来てやってる人もいらっしゃる、愛知県から2人で来てやってる人もいらっしゃるっていうことを、こうやって海の向こうのロサンゼルスの皆さんにお伝えできることが、すごく嬉しいなと思います。 だからこういうことを見て、この人は県外ボランティアなんですけど、県外ボランティアをただただあの批判する人に対して、僕はもうすごく無償に腹が立ちますね。やっぱりすごくもう県外から来るボランティアは本当に食事の面、あの、まあ今は一人なんでマスクしてるんですけど、さっきの写真マスクしたりとか、すごく気を使ってて接触しないように、なんだろう、すごく頑張ってらっしゃるのに、まあ今回僕らが行ったのも結構批判されてたりして、 あのやっぱりそういうふうにあの、ボラ船が県外受け入れ禁止っていうだけ、しませんっていうだけで、なんか外のボランティア来ちゃいけないみたいなねじ曲げられた報道になってしまってというところは、すごく悔しいですね、はい、なのでこういうふうに見ていただいて、だからで、でもその中でもこの足北で新しくボランティア団体を立ち、 上げたテイクアクションしてきたっていう若い子もいます、そして愛知県の人もいます、うん、そしてこの熊本在住でさっきのドラウンを飛ばしてて、ずっと僕と4年間、熊本支援をやってる若い人もいます、だからこういう人たちをつなげることで、ここは愛知人はやっぱノウハウがあるわけですね、で機材もある、でもたった2人でマンパワーが足りない、ここは地元のボランティアなんで、マンパワーはあるけども、もノウハウもない、機材もない、お金もないです。だからこういうところをつなげるっていうことが大事かな。 とすすごく思います、うんはいまはで僕はずっとこの9年間っていうのは僕一人の力はすごく拙いないしちゃうので誰誰かと誰かととをつなぐっていうことはすごく大事ですだから9年前行った時も本当にあのー、僕がどこの馬の、ね、骨かもわかんないけのに皆さんがその会場で本当にドネーションしてくれてそのフェニックスでもそうですしあの UCLA でも財団でもそういうボラン あのね、ドネーションを僕に預けてくれて、だから僕はそれを一気に感じて、また次の行動を起こして、だから皆さんが背中を押してくれたことが今、9年経っても続いてるっていうのは、まさにその,あの寄付とか、あのドネーションの力じゃないからって、僕に預けて大丈夫なのって普通、思うじゃないですか、こんなちょんまげのおっさんに。でもそういうことに僕も、まあね、もう今年で58歳、60歳近いので、やっぱり一気に感じるので、やっぱそういうことが継続の原動力になるのかなと思います。<laughs> いいですか、一つ。この愛知人の方とか小川さんとかってもともとコンストラクションというか建築関係のそういう知識のある方なんですかいや、もう聞いたら小川、あのー、さんに聞いたんですよそしたら見よう見まねでこの8年間で覚えたって言ってました基本はエンジニアだったそうです。はい だからあのその機械は一人が好きなんだけど別にあの大工でもないしあの土方でもないって言ってたのではい普通のエンジニアリングだからそういう考えたり組み立てる頭の中でのこの構築がすごい好きなんでしょうねと思いましたはいあとそのお子さんがいらっしゃらないのでなんかあのまあ リタイアしてやることがなくてたまたま困ってる人がいて行ったらってで本当はお母さんずっと1人でやってたんですけど2年前にこの愛知人っていうボランティア団体で知り合って、まあ、そこがつないでくれるんだから今は割と楽だよ、どこ行くっていうのは愛知人がサポートしてくれるからっておっしゃってておししゃまた、はい、ありがとうございました、はい、どんどんの質問していただいて本当、普通50人とかの講演だったら、ね、あれですけどもう皆さん、何でも聞いていただいて。 でこういう感じで通行でも、これ、電車の線路ですね、ここの上に、そがれきとかがあるということは、水位がここまで上がったということですよね。はいで、ここは橋の橋桁のあったんですけど、橋が落ちてしまってる、さっき空撮したところですね。うん ドローン飛ばしてやっぱその現状を伝えるっていうのも僕らは大事なことだと思うんでだから被災地で写真撮るなんて不謹慎だと思われるかもしれないですけど僕らはこうやって伝えるっていうのも知るっていうのも支援っていうのをずっと9年前からスタンスは変わっていないので写真も撮ります。はいうん、うん やば、もう50分経ってしまったんですけど。大、大、大丈夫ですよ。はい、大丈夫ですか。はい、はい。大丈夫で,では、もう一つの人吉の方に行きたいと思います。はいはい、翌日、人吉に入りました。はい。で、もちろん、この日もちゃんと検温して、もうすごく気を使いますね。 まあ、この5年ぐらい水害の被災地は上層の水害、えー、北九州の水害、広島の水害、あらゆるところに行きましたけど、今回が一番ひどいですね。うんまあ、東北のあの時をすごく思い出しますね。うんうん、まあ、すごいです。 で大体こうなると水害っていうのは地震っていうのはそこにあった家が壊れるのでそこにあったものをどかせばいいんですけど水害は水が運んできます泥も来ますからもう圧倒的にマンパワーが必要なんですよこれがまず大前提として皆さんが知ってなきゃいけないんですけどそうしたら本当にあのボランティアが必要だだから県外ボランティア受け入れ拒否はいいですよそれもありですよじゃあ県内ボランティアが来るような仕組みを作るべきだと思うんですよ。 だからまさに今の東京都と同じですよ、あのコロナ大,切大変だ、自粛してください、自粛してください、自衛してください、もう個人の責任においてやってるじゃあ何のためにみんな税金払ってるんだっていうことですよ、本当、そこはすごく憤りを感じました。あの県内ボランティアが来るために例えば 県内の学生が来るんだったら、それに単位を上げるよとか、ボランティアの単位を上げるよとか、県内の人が来るんだったら、お昼ご飯だと交通費で2000円は実費は出しますよっていう、そういういろんな仕組みがあっていいと思うんですけど、何もしないで、ただただ県内、県外ボランティアは禁止っていうんだったら、じゃあ、 誰がやるんだってことですよねだって1軒の家でさっきも言ったように10人必要だったら1000軒だったら1万人いるわけ必要じゃないですかそれをお金に関してなら肉体労働ですから日当が1万5000円としたら何億ってお金がかかるそれがボランティアを融資することによっていらなくなるんだったらもうちょっと行政は考えましょうよって周りも考えましょうよドネーションする 先も考えましょうよっていうのが僕のこの一貫した発言でそれを軍艦がするために今回もまあご批判はあったんですけど現地に行って見てききままししたた見てて動いてきましたこれ、どうですか、これ、球磨村なんですけどまあたまたまここの村は早めに避難して一人も亡くなってないんで写真を撮らせていただきましたけれどもまあ亡くなってたらちょっと不謹慎から写真も撮りにくかったなと思うんですけど。 あーすごいですよ、水の力ってこんななんだと思いました、津波だったらわかるじゃないですか、津波って動く水ですから、でも増水した水でここまでパワーが、いや、ちょっと見たことないなと思いましたね、もうここ、ボランティア終わって、現地の人がぜひツンさん見て、もう今、報道されなくなってるんでって、うん、まあだから必死ですよ、現地の人も。 県外ボランティア云んよりも伝えなきゃって気持ちですよ。僕らだけじゃこんなこういう場所わかんないし行けないですよ、県外の人間じゃやっぱり3日間いてボランティア活動して信頼を得てこうやって案内されるってことだと思うんですけど。 で、この時僕をあのその連れてきた地元のボランティアが今まで何度もいろんな災害支援を経験してきたちょんまげ隊長に今そ、何をすべきか学んだ2日間って言ってまあ2日間一緒にいたんでいろいろなレクチャーをしたんですねだからそれで彼がやる気になっているのでテイクアクション、足きたっていうところなんですけど、うん、あそうやってまあ僕らはその伝えるっていう過去の経験を伝える現地の人も伝えるっていうことが大事ですね。はい、で、このボランティアもか 鹿児島からほとんど来てくれて、今回はやっぱり僕も怖かったんで、ちょんまげたりしたら僕一人で行ってで、鹿児島、そして熊本のボランティアをして、みんなでやりました、でうん、ディスタンスも撮って、こんな感じで、写真もやっぱ距離を取って、マスクをして,てで、ね、て、たまたま人よしの場合は、この人よしの町長さんが、あのー、僕のサッカー仲間の義理のお父さんだったんですよ。なので、受け入れてくれたんです。 だからここのボランティア、民間ボランティア、町長がやってる、もう行政は頼りないから俺がやるって言って、ここは町長の家を改装して民間ボランティア、ここは県外ボランティアを受け入れてくれてます。うん、やっぱ現場の人は分かってます。現場の人はリスク取ってでも、町の人間困って、村の人間困ってんだったら受け入れるよって言ってくれます。それは行政管轄のボランティアセンターとはやっぱり、なんていうか、志というか、そのあれが違いますね、やっぱり。本当にに困ってるってててるいうのは目の目前に見てれば で、もうここ2週間ですよ、僕が入ったの2週、う、間、ん、2週間後でこれですからね、うん、これ、で、ここにさっき、一軒家は10人って、ね、3人ですよ、まあ、ここで愚痴子をおばさらしてもらうとつらかったです、大変だったです。 まあ3人ですからね、もうで,まあ、でも最終的には結局ここのの、ここの家は80歳のおじいちゃんのおばあちゃんの家なのでその甥いっ子が手伝いに来れて五5人でやったんですけど、まあ大変でした、このタンスとか家財道具、洗濯機全部運び出して、でこうやって綺麗になるわけですよ、はい、たった5人でも。 そしたらここの家のおじいちゃん、おばあちゃんがもう近寄らないでくださいっていうのに何回も来て普通だったらきれい家がきれいだったらありがとうって言うじゃないですか普通は。なんつったと思いますか僕それでもう涙が出ちゃったんですけどごめんねごめんねって言うんですよ。ごめんなさいねごめんなさいねっていうたぶん自分たちがもう80歳半ばでご高齢だからだ と思うんですけどもで,でも実際、この西州で近所のこの向かいの家なんかは若いご家族なんですごい綺麗になってるわけですよ。だから結局、ボランティアが入らないと自分でやる公助、共、ま、助、あ、自助だと自助なんですよ、自らあのら、ね、行うということでじ助ける次女なんですけど、その次女ができない。 で、すよねで2週間ほったらかしになって、逆に僕らから言うと、2週間来れなくて本当すいませんって言って、やっぱりそのいろんな声に僕はひよってて、最初の2週間はもう後方支援にしようと思って、あの高圧洗浄機を送ったりして、もうコロナで行っちゃいけないと思ってたんですよ、でもあまりにも悲鳴を聞いて、動いたんですけれども、本当に2週間ほったらかしでごめんねって、僕が言わなきゃいけない言葉でで。 込んでいいただいてここにもうすごい途方もない瓦礫があったんですけど多分僕らだったらここにあった瓦礫はどうか捨てないんですけどこの,あのユンボっていうんですけどパワーシャベルはどこから来たかっていうと広島ですね。 で広島の人も気使って、やっぱ来ちゃいけないと思ったんだけどって,言ってで、さっきの桃田君っていうのが、元あのビーチサッカーの選手で、被災されてるので、あの岡山県のビーチサッカーのチームからなんか必要なものないって言われたら、いや、もう人も重機も必要だよ、物はいいから、人と重機送ってくれって言ったら、この広島の土建屋さんを送ってくれて、まあ、すごかったですね、この土建屋さんは。はいう で、この僕ら受け入れ野口君はずっと上海に住んでて、で上海でサッカースクールを1000人ぐらいの一番大きなサッカースクールのオーナーをやってて、うん、で、うん でもコロナでこの嫁の実家の人よしに避難してきたら、ここで災害にあって、じゃあもう動くしかないだろうってであ、僕のことを知っててくれて、ああ、つんさんのことはもうサッカー界では存じてますので、ぜひ来てくださいって、あーじゃあ地元がウェルカムだったら僕は行きますよっていうことで、うん、さっきのニーズがあれば動くということですね、はい、<laughs> 見やらせていただいて。で、もうこれ、を終わりですけどね、さっきの音と違って、もうみんな泥だらけになってやって。まあ まあ僕が前に出るように、こうやって女の子もいるしいろんな人の力でなってるっていうことですね、はい。ちなみにこの日本の力を信じてる T シャツはこれですね、はいはいまあ、ロスでは売ってないんですけど、日本に帰ってきた時はこの T シャツを買っていただければ僕らの支援活動になりますので日本の力を信じてるってまさに海外の人にも響く言葉かなと、はい、こんな感じで で元サッカー選手の牧さんが活動されてるので、そこに何が必要ですかって言ってあの、支援のニーズってすごく難しいんですよ、日々変わるんですよ、広島の土砂災害の時土砂ですごく崩れてるのであの、誰かがタオルが必要だって言ったんですよね、そしたらタオルが全国から来て、廊下中にタオルがあったんだから僕ら、何かを送る場合っていうのは、現地の人とダイレクトに連絡を取れなきゃ送っちゃだめですよっていうのをいつも言ってます。これもも大事な引き出しの一つですもう1日ですすう日変わりますから 僕はあの気仙沼にあの足がないって自転車を持ってったって言いますけど実はあれ、後日談があって実1週間後に持ってった時はもういらないって言われたんですよ。え、なんでって先週いるって言ったじゃないですかいや、あの一昨日あの放置自転車仙台来た。だから刻一刻とニーズは変わります。だから一番はそのニーズに頼るときはお金にしてその被災地の人が必要なものを 購入するっていうのはいののかな。でこの時はは牧さんが言われたのは、ボランティアするんだけほこりがすくて、ゴーグルが必要なんだけども、も地元の,あのホームセンター全部売り切れてるっていうんで、これ、で例えば高圧洗浄機もなんで送るかっていうと、地元のホームセンター高圧洗浄機、全部売り切れだからですね、だからそうやって、やっぱりダイレクトに連絡を取れる場合は、物の支援っていうのもありだと思います。 これなんでこの写真をやったかというと、僕らボランティアは批判されるんですよ、でも本当に僕らはマスクもしてるし、ソーシャルディスタンスも取ってるんですよ、うん、でもこれ、今のつい先々週の東京の満員電車ですよ、うん、これ、ソーシャルディスタンス取れてますかっていう、<laughs> 取れてないですよね、これを見過ごしといて、ボランティアがダメだっていう、その論法が僕には理解できないということを言ってます。 はい、そのためのこの写真なんですけど、ちょっと意地悪な写真かもしれないで、もっと言うと、それでもこれでもクラスター起こってないって政府言って、まあ、それでも一番はやっぱりマスクを取って飛沫が飛ぶ、やっぱり会食ですよね。 お考えでだから、うんうん、その会食でさえも GoTo キャンペーンで OK だったらいいし今、GoTo キャンペーンで熊本に行ってもいい東京都以外は行ってもいいって言ったら行けばいいんですよ、行ってそこでやっぱり自分の責任においてボランティアをする逆にボランティアしてなくても現地を見る、伝えるっていういろんな形があるのかなっていうふうに思います、はいまあ、そんな感じですね、ちょっと動画だけちょっと見せます。はい まあ後でこの動画はあの東さんに送りますけど、さっきの写真の一番大変な熊村ですね、うん、まあ現地の人がいいよ写真、えー、撮ってもとの撮らせていただいて。うん だからもうその前に見せた去年の被災地の,あの宮城の丸森も同じような感じでしたよね、ただあそこはまあ,あんまり家がなかったのでこういうがれきはなくてただもう全部がフラットに流され押し流されている感じなんですけれどもだからもう毎年ですよね、だからこういうこともしっかり伝えていかなきゃいけないボランティアの形、それから後方支援 リモートボランティアの形も刻一刻と変わってるっていうことを、うん、まあ現地行けなくてもこのリモートで皆さんに講演したりあの遠隔授業できたらすごくいいなと思います。うんうん えっと以上以上ですはい、ねあのー、じゃあちょっとここであの録画を止めますので。